上場よ。龍は風雲を得、天に昇る。真の知性を紹介。彼は芝将の命によりオーディン軍に潜入。今日も京都で。生命の式には西の広場へ来いとあったが、滅びを与えよう。私を呼び出すからには相応の話なのだろうな。面倒な奴らは避けつつ広場に向かうぞ。会って文句の一つも言ってやろう。出てきた。お前に構っている暇はない。さっさと消えろ。紹介のあっちゃんのタコ、乙女と本気で戦うなんて、この恨み忘れへんで。この私を下等生物呼ばわりとは。それからいい加減おっちゃんもやめろ。こんなところウロウロしちゃって、あ、決まってこと？なら俺様と遊ぼうぜ。ウキー。さっきから揃いも揃って鬱陶しい。えい、私の邪魔をするな。ウキー。今本気で殴らなかった？チクショー、覚えてろよ。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。おや、どうやら紹介殿が無事到着したようだ。清明殿。それに官兵衛殿もいるのか。人を呼び出しておいて何の用だ。私は潜伏任務を終え、これより連合軍に合流する。何かことづてがあれば伝えておくが。私が収集した内部情報はすでに伝えた。兵も何かしら成果を示した方がいい。潜伏で得た情報をよこせということか。ではこの文を芝将殿、これで満足か。では私と兄で生命を無事に送り届けよう。急がねば。すべてを貫け。滅ぼした。なんだあいつら、こそこそと怪しいな。オーディン様にお伝えせねば。感づかれたか。伝令が二手に分かれたようだな。官兵衛殿は西に向かった伝令をどうにかしろ。私は東へ向かった方を抑える。全ての連盟を撃破した。紹介殿、勘弁感謝する。さあ
先に出してやろう。まったく諜報活動がここまで面倒だ。芝生殿の顔を見て面倒くさと言う。芝生殿もさすがに分かっているはずだ。滅ぼしたせいぜい高く王案を売ってやるとしよう。紹介さん、卑弥呼とずいぶん遊んでくれたみたいね。なだ、私たちとも遊んでくれるわよね。道が閉ざされたか。だっきめ、やることが忍術だな。見事なものだな。その力存分に振るうがいい。どうやら南東にも道はあるようだ。紹介だ、そちらから抜けるとしよう。こっちには来ないんだ。じゃあ本気になった方がいいかしら。へえ、ここまで頑張っちゃうんだ。ご本人、私が本気で相手をしてあげる。全てを貫け。いい、ジャッキ、我が輩をザレごとに駆り出すと。するのは骨が折れたし、助け出しが欲しいか。勘弁、生命殿が泣きついてきたようし、早いところ駆けつけて恩を売ってやるとしよう。またやられちまった。この戦場、俺がトントンに飲み込んでやる。活躍を見せるとは随分な策士ですね。私を奮起させたかったのでしょう。砕かれるのと裂かれるの、どちらかなの。全てを貫け。滅ぼした。紹介さんがこんなに楽しませてくれるなんて。今回はこれでおしまい。また遊んでね。まただと、再会は断固拒否するぞ。とにかくこれで生命殿は脱出できるだろう。貫け。滅ぼした。どうやら追撃を振り切れたようだな。気をつけて行くがいい、生命。私と官兵衛殿は引き続き情報を集める。そちらは芝生殿にうまく恩を売ってくれ。ああ、任せてくれ。紹介だろ、勘弁だろ。再会を楽しみにしているよ。生命殿は無事逃げよ。本当に、それこそが俺の求める世界。